お元気ですか？ボクシミです。今回は BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2024の開封動画後編の9パック開けていきたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。まずは、前編の1パック目でございます。ちょっと移動します。はい。失礼いたしました。それではやりたいと思います。1袋目でございます。一つ言い忘れましたが、前編同様にノーマルカードの方はね、説明は割愛とさせていただきます、レアカード、キラーカードで限定のねカードおよび直筆サインカードのみね、紹介しますのでよろしくお願いいたします。清宮幸太郎内野手のキラでございます。2袋目でございます。で、バーヘーゲン投手のカードでございます。鈴木健也投手のキラでございます。3袋目でございます。はい、失礼しました。3袋目でございます。で、これは根本遥投手のキラでございます。はい、4袋目でございます。加藤貴之投手のこれカードでございます。松本剛、外野手の、カードでございます。加藤豪介内野手のキラでございます。5袋目でございます。山崎達也投手のカードでございます。達也投手でございます。失礼いたしました。野村勇希内野手のキラでございます。清宮幸太郎内野手のカードでございます。6袋目でございます。で、このファイターズのマスコットでございます。こちら田中正義投手のカードなんですが、細工がしてあります。90cc でございます。スティーブンソン外野手のキラでございます。細野
ハルキ投手のカードでございます。7袋目でございます。で、直筆サインカード出ましたね、これは水野、これは辰己選手の直筆サインカードでございます。はい、直筆サインカードゲットいたしました。こちらがね、59枚入りでございます。はい、続けていきます。郡司裕也捕手でございます。坂口裕太内野手でございます。古川雄大捕手でございます。若林明弘内野手のカードでございます。8袋目でございます。細野晴希投手のキラでございます。で、マルチネス捕手のカードでございます。最後、9枚目でございます。明星陽介内野手のキラでございます。若林明弘内野手のカードでございます。はい、以上で BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2024の開封動画2回目の後編9パック終わりたいと思います。2回目でね、なんとか直筆サインカードをね、ゲットいたしました。で、次はですね、2024年の、プロ野球チップス第1弾の開封動画12回目でございますが、この12回目でね、終わりたいと思います。で、次回はですね、その後はですね、第2弾の開封動画やりますのでね、ぜひお楽しみください。あとはですね、大相撲カードと阪神のエポックのを買っておりますのでね、そちらを上げていきたいと思います。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。